いアイドルがいるんだよね。マミ、今のままで満足したくないよ。海の向こうで戦ってみたいな。お姉ちゃんに挑戦しちゃうよ。ねえ兄ちゃん、この山大きいよね。でもマミ、近いうちにこれよりもっと大きくなれそうな気がして。さあ、いつ？マミ、きっと山より大きなお胸になってみせるから。じゃあ、もしこの山より大きくなれたら結婚してくれる？わかんないよ。マミ、いろんな無茶を乗り越えてここまで来たんだから。結婚するときは挨拶に行くね。お父さん、お嬢じゃなくてお兄ちゃんをマミにください。あれ、兄ちゃんはお父さん、お兄ちゃん。ん、これも兄ちゃんのプロデュースのおかげだよ。横に兄ちゃんがいるとマミ自然とやる気になっちゃうから。もうアミと同じくらいいないと困る人なんだよ。二見家のメインお兄ちゃんって感じ。じゃあメインお兄ちゃん、伝説のアイドルになれた記念にこの山のてっぺんから一緒に何か叫ぼうよ。慣れたんだから、それにぴったんこのがいいな。何か思いつく？そういうのがあるんだ。ね兄ちゃん、もう一回言ってくれる？マミ、そっくり真似しんぼするから。一緒に散歩しながら帰ろう。マミ、この山で兄ちゃんと木登りしたいな。それから草の冠作って頭にパサーってして。してマミのティアラは兄ちゃんの手作りで決まりんこだね。